ここがアスラバートか。ああ、そうさ。なんだか人が多いですね。私のこと妙な目で見られないでしょうか。大丈夫さ。そんな嫌な奴がいたら私がぶっ飛ばしてやる。いえ、そのようなことはおやめください。でも私のことを大事に思ってくださるのは嬉しいです。おうおう、女の友情を確かめてるね。よし、ノア、俺たちも仲良くやろうぜ。よろしくな、アル。お、認めてくれるのか。さすがは同盟軍のリーダーさんだ。懐が広いね。ナキアン兄さんにもそれぐらいの度量があればな。ほら、バカなこと言ってないで行くよ。ペーペー。まずはノールスター君主サラス・バーラント様の居城へ向かうでよろしいのですね。
Thank you.
Thank you.
ここはサラス・バーラント様の居城だ。許可なき者は入ることはできない。え、ちょっとどういうこと？ウェーブさんは私たちが訪問することは連絡されているとおっしゃっておりましたが。行き違いでもあったか。おいおい、こっちはガーディアン様と同盟軍のリーダー様のご一行だぜ。これはこれは、レディに対して無粋な真似を。ガーディアンのメリサ城とお見受けします。違いますか？え、お見受けってっていうか。失礼、ノールスター国軍のマキシムと申します。メリサ城は以前式典で長老殿の護衛でこの王城にいらっしゃったと記憶していますが、違いますか？そうだけど、よく覚えてること。ええ、顔と名前を覚えるのは得意ですので。特に美しい女性のは。それでは我が君主サラス・バーラントに取り次ぎますが、残りの方は。アルーダ、エルフのファウード氏族、ラキアン・アルカシウス・ファウードの弟だ。ではその代理ということですね。まあそういう感じ。同盟軍のリーダー、ノアだ。おお、ユークリスでの戦いの件は聞き及んでいます。これは心強い。そしてそちらの女性は？あの、ニルです。メリサさんの友達です。親友さ。セミン。なるほど、それはとても重要な客人ですね。ではこちらへどうぞ。あの方はいい人そうですね。そうだね。うん、そうか。ニルもノアもあまり人を信じすぎない方がいい。え、そうなんですか？よく来てくれた、ガーディアンの勇士メリサに。同盟軍のリーダー殿、ノアという名だと聞いている。長老の代理として参りました。帝国のオルドリック公爵を止めるためにここに来ました。帝国の動きはこちらも察知している。しかしオルドリックめ、もはや我らへの領土的野心を隠そうとしておらん。噂じゃ、全帝国皇帝が倒れたのも奴の仕業だという噂も流れておる。あのタヌキめが。ノールスター国軍を預かるエレクトラだ。すでにキーナーンにも援軍を求める使者を送った。ユークリスの方へはノア、あなた方からも使者を送ったようだな。
はい、ペリエールが向かいました。ふん、あのグリューム博のお嬢さんか。まあ、この紛争のそもそもの発端にはあのお嬢さんの責任もある。それはペリエールのせいじゃない。どうだかな。そもそもあの小娘が帝国といざこざを起こすからオルドリック公爵の機嫌を損ねることになったのだ。それがなければ交渉の見込みがあったかもしれぬ。帝国がノールスターに大規模に侵攻するにはいくつかのルートが考えられる。諸国連合の各軍がこの地に集結するまではこのノールスターの国軍は下手に動かさずに帝国の動きを探るのに専念すべきでしょう。帝国軍だけじゃない。それ以外にアンデッドの一団が動きを見せている。そのようだな。それがどういった意図のものかはまだつかみかねているが。帝国軍と手を結んでいるとしたら。考えたくもない。全くもって厄介なことだ。だが今は時を待つしかないな。ここにサラス様が。あ、ちょっと君待ちなさい。え、あの何者だ。サラス様の前だぞ。はい。俺はスクリス村のルディです。村の子供たちを助けてください。君勝手に入ってはいけないと。マキシム、よい。子供を助けるとはどういうことだ。その俺の弟とその友達が村の近くの洞窟に肝試しに行ったみたいで2日も帰ってこなくて、それでここまで捜索はしてないのか。村のみんなで捜索に入ったんだけど、中には怪物どもが救っていて途中で戻ることになったんだ。あいつら奥の方まで逃げてしまったのかもしれない。言い伝えじゃ洞窟の奥には大きな化け物がいるって話もあって、俺たちだけじゃ。そうか、時間があまりなさそうだ。すぐに討伐隊を組織して。それはならんぞエレクトラ。サラス様、何故に。帝国軍がいつアスラバートまで来るか分からんのだ。軍を動かすことはまかりならん。サラス様、領民が苦しんでいるというのにあなたらしくもない。今は気球の時なのだ。少年、ここに乱入した無礼は許そう。だが兵は出せぬ。そんな弟たちを見殺しにするんですか。じゃあ俺が代わりに。プープープー。あなたたちが。ああ、私はガーディアンの一員、そしてこっちは同盟軍のリーダーだ。
援軍として不足はないだろう。ありがとう。サラス様、よろしいですね。ああ、それなら私が口出すことでもないしな。あとは頼む、エレクトラ将軍。承知しました。それで、スクリス村っていうのは？はい、ここから北西へ行った方、雪山の村です。急いだ方がいいな。はい、案内します。マキシム、お前もついて行ってやってくれ。お前一人ぐらいならサラス様もお目こぼししてくれるだろう。頼む。かしこまりました。このマキシム、将軍の期待に応えてみせます。でも別ルートで同盟軍もここに来るんだろう。それに村からの連絡があるかもしれない。そっちはどうする？では私がここでお留守番をいたします。ああ、頼むよ、ニル。では行きましょう、ルディ君、ノア君、メリサ嬢。わかった。いつでも待ってるからよ。お嬢さんたち、ご一緒します。メリサさん、一緒に。頼む、ノア、メリサ。お気をつけて。
よし、それじゃあ救援隊出発だ。場所はここからなら北西になります。大丈夫さ、必ず救うよ。私も全力を尽くしましょう。あ、急いだ方がいい。